SO-1221JINSO-1221JIN so はフランスの主導ウエスト社、後の主導アビアシオン社で設計、製造された2座席の軽ヘリコプターである。この機のローターはブレードの先端から噴出される圧縮空気ジェットで回転した。主導ウエスト社の初期のアリエルチップジェット式ヘリコプターの経験が実用的な軽ヘリコプターの SO-1221 ジンの開発につながった。SO-1221 は、アリエルと同一のチップジェット方式ではなかったが、ローターブレードの先端から圧縮空気を噴出させるという方式を採用していた。詳細は、チップジェット冷風型チップジェットを、参照詳細は、ホットサイクル式ローター冷風型チップジェットを、参照その推進方式は別として、SO-1221 は、 並列に座の乗客室の後ろに、チュルボメカアルトウステターボシャフト圧縮機駆動エンジンを搭載する通常の形式のヘリコプターであった。無トルクのローター回転機構のため、ハントルク用のテールローターの必要がないことで、この機の剥き出しのビブブームには、2枚の尾翼と方向出しかなかった。操縦者用の露出した座席を備えた剥き出しの、 簡単な構造の試作機が1953年1月2日に初飛行を行った。この機体は推進システムの可能性を実証し、2座席の試作機が5ケースを1221として製造され1953年12月16日に初飛行を行った。数日中に高度4789メートルまで到達し、このクラスの高度記録を樹立した。 フランス陸軍は評価用に22機の全量産系を製造することを特則し、全量産型の初号機は1954年9月23日に初飛行を行った。全量産型の中の3機はアメリカ陸軍が評価用に UFO-1 として購入した。フランス陸軍は100機を発注し、西ドイツ陸軍は6機を購入した。フランス陸軍で SO 1221は、連絡、観測、訓練、操縦士1名に、外部タン架を引き付けて負傷者の搬送に使用した。178機が製造された後で1960年代、半ばに SO-1221 の生産は終了した。何機かは民間に売却され、薬剤タンクと散布装置を追加した、農業機として利用された。 ローター部の詳細ターボコンプレッサーローターマストと、ブレードフランスフランス陸軍ドイツ西ドイツ陸軍、アメリカ合衆国アメリカ陸軍。ありがとうございます。